お母さん、やっとここまで来れました。定年記念パーティーおよび同窓会にお集まりいただき誠にありがとうございます。皆さんがつけているマスク外さないでくださいね。嫌なこととか誰だか分からずに言えると思いますから。結婚します。お父さんが生きてる、会いたい。お母さんが亡くなった後何があったと思います？人間振り返りたくないことってあるだろ。これ誰が企画した？救急車で急げ。この雰囲気どうしてくれんだ。てめえどこのドイツだ。何なんだあいつ。どうしたの？お母さんは望んでなかったかもしれないけど、私がそうしたかった。やめろ、殺す。やめろ。今こうやって生きてること自体幸せとか言うけど、それって何なのかな。